はい、午後6時を回り、日が落ちて涼しくなってきた東球場の周辺です。あちらには、本来使われる予定であった、一般客の入場ゲートです。その入場ゲートの近くにはですね、こちらです。福島市内の小学生が育てた朝顔が飾られてあります。この朝顔なんですが、皆さん見えますでしょうか。目指せ金メダルと書かれていますように、応援のメッセージが添えられているんです。このようにオリンピックを歓迎しようという演出が施されているんです。そして日本代表の試合開始午前9時以降ですね、時折選手たちの気持ちのこもった雄たけびというんですかね、声が聞こえてきました。ただ今回は無観客での開催ということで、球場周辺は午前6時から交通規制が行われました。ですので車通りは少なく、混乱は見られませんでした。選手たちについてはもう元気もらえたんじゃないですか、コロナ禍の中だけどまた球場近くの公園には少しでも雰囲気を味わおうと散歩に訪れる人もいました。ソフトオリンピックやったの今日から開催ということで、こっちの方だと歩けるかなと思って来たんですね。これから帰ってテレビでも見ようかなと思ってます。毎日のように来てはいたんですけども、あとオリンピックソフトボールなんかちょっとその雰囲気だけでも味わってみようかなと思ってそれからですね、東京のその一方で球場の付近では復興五輪としてのオリンピックに抗議する市民団体もいました。本当に復興したって言えるのかっていうことと、やっぱりオリンピックで復興したっていう風なイメージが作られるっていうのは、まあ、福島というか、まあ、東京とかの人に対してもすごい間違ったメッセージを伝えるなというふうに一つ思ってます。近くの果樹園ではコロナの影響で平年の夏よりも観光客は少なく、オリンピックの効果も見込めないといいます。本当は世界の方々に、まあ、復興オリンピックということで福島の美味しさ桃とか、ちょうど旬を迎えてるんで絶好のチャンスだったんですが残念です。はい、このように球場周辺ではさまざまな声が聞かれました。ただプレーする選手の皆さんには全力プレーでですね、福島はもちろん日本をですね、盛り上げていってほしいと感じます。以上中継でお伝えしました。